サー・アーサー・スタンレイ・エディントンは、イギリスの天文学者。20世紀前半における最も重要な天体物理学者の一人である。コンパクトな天体に降着する物質から放射される、高度の上限を与えるエディントン限界の導出は、彼の代表的な業績の一つである。エディントンは、相対性理論に関する業績で特に知られている。彼は、 レポートオンザ・リラティビティ・セオリー・オブ・グラビテーションという論文を書き、1915年から1916年にかけて発表されたアルベルト・アインシュタインの一般相対性理論を英語圏に紹介した。当時は第一次世界大戦のためにドイツの科学界でなされた新たな発展がイギリスであまり知られていなかった。1924年に彼は 太平洋天文学会のブルースメダル、全米科学アカデミーのヘンリー・ドレーパーメダル、英国王立天文学会の王立天文学会ゴールドメダルを受賞している。また1928年には王立協会ロイヤルメダルも受賞している。1930年にはナイトに除せられ、1938年にメリット勲章の叙勲を受けた。月のエディントンクレーターは彼の名前にちなんでいる。 また、小惑星、エディントンや王立天文学会のエディントンメダルにも彼の名前が付けられている。アーサー・エディントンはイングランドのケンダルでクエーカー教徒の両親のもとに生まれた。父親のアーサー・ヘンリー・エディントンはランカシャーにあるクエーカーの教育大学の教員だったが、ケンダルに引っ越してストラモンゲートスクールの校長になっていた。彼は1884年、 息子アーサーが2歳の時に当時イギリスで流行したチョーチフスに感染して死亡した。母親のサラン・スタウトはダーリントン出身でやはりクエーカーの一家に生まれていた。夫が亡くなり、母サラはアーサーと彼の姉の二人の子供を少ない収入で育てなければならなかった。一家はウエストン・スーパーメアに引っ越し、ここでアーサーは最初自宅で教育を受け、後に 私塾で3年ほど学んだ。1893年、アーサーはブリメリンスクールに入学した。彼はここで素晴らしい才能を発揮し、とりわけ数学と英文学に秀でていた。彼は優秀な成績によって1898年に60ポンドの奨学金を得て、16歳になったその年にマンチェスター大学のオーエンズカレッジに入学した。彼は最初の年は、 一般コースで学んでいたが、次の3年間は物理学を専門に選んだ。ここでエディントンは数学の死の一人であった、ホレイスラムから大きな影響を受けた。彼の勉学の才能はここでも伸び続け、いくつかの奨学金を獲得して1902年に特有の成績で理学士の学位を得て卒業した。オーウェンズカレッジでの成績に基づいて彼は75ポンドの 奨学金を獲得し、1903年に、ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに入学した。彼は1905年に修士号を取得して卒業し、キャベンディッシュ研究所に入って、熱電子放出の研究を行った。しかしこの研究では成果を上げられなかったため、専攻を数学に変えたものの、この分野でもあまりかんばしい結果は得られなかった。1905年の終わりに大学を離れた後、 エディントンは王立グリニッチ天文台大長の助手長として初めて常勤の職に就いた。彼は天文台で1900年から行われていた小惑星エロースの写真看板像の示唆を詳細に解析する作業に従事した。彼は背景の二つの星の見かけの移動量に基づいた新しい統計的手法を編み出し、この仕事によって1907年にスミス賞を受賞した。 この受賞によって彼はトリニティカレッジの特別研究員となった。1912年12月、チャールズ・ダーウィンの息子のジョージ・ダーウィンが休止し、エディントンは1913年、ダーウィンがついていたプルーム天文学、実験哲学教授職に推薦された。同年終わりには、理論天文学のローンズ天文学、地理学教授職についていたロバート・ボールが、やはり死去し、 エディントンは翌年、ケンブリッジ天文台帳に指名された。1914年には、王立教会フェローにも推挙された。第一次世界大戦の間、エディントンは兵役に召集された。クエーカーとして、また平和主義者としての立場から、彼は良心的兵役拒否者として、陸軍での任務を拒否し、別の任務に就くことを希望した。彼の研究者仲間たちは、 科学の分野にとって彼は重要な存在であると軍を説得し、彼の兵役を免除させることに成功した。エディントンが撮影した1919 19年の回帰日食の写真。位置測定に用いた構成が2本の線でマークされている戦後、エディントンはアフリカのプリンシペ島に遠征して1919 19年5月29日の日食を観測した。この日食の間、彼は 太陽の近くに見えるヒアデス星団中の光星の写真を撮影した。一般相対性理論によれば、遠くの光星から観測者に達する光線が太陽の近くを通る場合、太陽の重力場によって光線が曲げられるため、本来の位置からわずかにずれて見えるはずである。しかし、日中の地球上からの観測では、太陽の光による空の明るさで恒星の光は紛れてしまうため、 この現象を捉えるには、回帰日食の時に観測する必要があった。また、特殊相対性理論に基づく講師の質量に、ニュートン力学の重力場での効果を考慮した、際のズレの予測値は、一般相対論での値の半分になるため、定量的な測定も必要とされた。エディントンの観測結果は、一般相対性理論の予測を裏付けるものであった。この結果は、当時、 一般相対論がニュートン力学のモデルよりも正しいことを結論付ける証拠として歓迎された。このニュースは世界中の新聞に大きく取り上げられた。同時にこれは相対論を理解しているのは世界中で3人しかいないという都市伝説のもととなった。この話を記者から聞いたエディントンが冗談交じりに、はて、3人目は誰だろうと答えた。 というエピソードは有名である。エディントンは、構成の内部構造の理論についても研究を行い、構成の物理過程の正しい理論を初めて構築した。彼は構成を、複写平行の状態にあるガスとして、モデル化した。すなわち、構成は重力によって収縮する力とガス圧や、複写圧で膨張する力によって安定化している、というモデルである。ただし注意すべきは、 実際の構成内部では原子はほとんど完全に電離しているが、彼は数学的な取り扱いを簡単化するために構成をほぼ理想気体と仮定してモデル化した。これらの仮定から彼は構成の内部温度が数百万度になることを示した。彼は構成の質量高度関係を発見し、また構成内部での水素の存在比の計算を行い、 ケフェード変更性の脈動を説明する理論を作った。1920年にエディントンはフランシス・ウィリアム・アストンによる原子量の精密な測定に基づいて、構成は水素からヘリウムへの核融合によってエネルギーを得ていることを初めて示唆した。構成が核融合でエネルギーを賄っているという説が唱えられたのはこれが最初であり、これ以降長い間にわたって、 ジェームズ・ジーンズとの間で構成のエネルギー源に関する論争が続くことになった。その後、1938年と1939年に、ハンス・スベーテがより自然な核融合過程の理論を導入し、これによって論争は次第に収束した。この時期にエディントンは相対論の講義を行い、科学的であると同時に平易な言葉で、 物理概念を説明することでよく知られていた。彼は1923年にこの講義内容の大半をマセマティカルセオリーオブリラティビティという著書にまとめた。アルベルト・アインシュタインはこの本をこのテーマについてあらゆる言語で書かれた本の中で最も素晴らしい解説書であると述べている。しかし1930年にはインドからの留学生スブラマニアン・チャンドラセカールが 初めて、ブラックホールが存在することを理論的に指摘した際、その指摘をまともに検討することなく、頭ごなしに否定した。当時、科学界の重鎮だったエディントンのこの態度の影響は大きく、結果、チャンドラセカールの指摘は誰にも顧みられることなく、忘れ去られてしまうこととなった。この事件によって、ブラックホールの本格的な研究が始まるのが1960年代にまで。 遅れてしまう原因を作った。没するまでの1920年代、彼は量子論と相対論、重力を統一するファンダメンタルセオリーと呼ぶ理論の構築に次第に没頭した。最初彼は伝統的な道筋に沿って進んでいたが、次第に基本定数を無次元化した比を数比実的に分析するという手法に傾倒していった。彼の研究はだんだんと、 風変わりな様相を増し、晩年には科学界で、のけもののようになっていった。彼の基本的なアプローチは、いくつかの基本定数を組み合わせて、無次元量を作り出すというものだった。こうすると、多くの場合、1040、あるいはその事情、あるいはその三畳根に近い数値が得られる、としていた。彼は、陽子の質量と電子の電化は、宇宙を作るための自然で完全な設計書であり、 これらの値は偶然のものではないと確信していた。こういった概念を彼が擁護する上で特に不利になったのは微細構造定数 α についてであった。当時のこの値の測定結果は1、136に非常に近く、彼は様々な理由からこの値は正確に1、136になるべきものだと主張した。その後、測定結果が1、137により、 近い値を取るようになると、彼は理由づけを変更して、微細構造定数は正確に1、137になるはずだと主張した。この1、137という値は、エディントン数と呼ばれた。この時点で、多くの研究者は、彼の考えを真面目に受け取ることをしなくなった。現在の微細構造定数の測定値は1。 137.03599976である。彼は1944年に死ぬまでにこの研究を完成させることはなかった。彼の死後、1946年に著書ファンダメンタルセオリーが出版された。彼はイングランドのケンブリッジでこの世を去った。代表作1928年の自然界の本質では時間の矢の概要を提唱したほか 物理学と神秘主義を取り上げ、両者は全く異なる領域を扱っていると述べたが、しばしば物理学が神秘的な世界観を支持しているという内容だと誤解されたため、再び科学と見えざる世界や科学の新しい道において神秘化としての、また哲学的な思想を述べている。次のようなものである。古典物理学は宗教と対立したが、 時の物理学はもはや宗教に無関心であるため、このために科学と宗教の障害がいくらか取り払われ、精神への扉が開かれることとなった。数値的なシンボルに限定されている物質的なリアリティと並んで精神的な世界が存在しており、真実を探求するために意識を認識の座として、そこから出発するものは意識を分光記の数値を読むための装置とみなすものと同様に、 堅固な体験的な事実に直面している。生徒族については、心が最も体験に対する直接のものであり、他方はすべて水断であるため、リアルな具体的な精神的な側面というのは、いかなるシンボル表現によっても、少なくとも数をシンボルとして表現するような形では説明できない。エディントンは自然科学の最高の普及家であった。彼は、 一般の読者向けの本を数多く書いている。彼はまた1929年に出版された物理学の解説書で、もし猿の大群がタイプライターを叩き続けたとすると、大英博物館の蔵書すべてを打ち出すかもしれないと記したことから、無限の猿定理の提唱者としても知られている。ありがとうございます。